おはようございます。いやー、今日は山にですね、霧が出て、なんか幻想的ですね。土曜日ですね、今日ね。7時半です。ちょっとこれで海の方に移動しますね。海に移動してきました。いやー、今日は海もいいですね。風が穏やかで、今日は3日、6月3日ですね。今日もね、素晴らしい日ですよ。ちょっとカメラをね、変えましたのでね、ズームがちょっと効くようになりました。いいですね、今日もね。気持ちがいいですね。梅雨の、今日ちょっと、先ほどまでね、ずっと雨が降ってたんですけども、雨も上がりましてね、少しの間はちょっとこう散歩ができていいですね。ちょっと大雨がね降ったので、こう流木なんかがいっぱい流れ着いてますね。結構ね、ちょっと今日新聞読んでなくて、テレビもつけてないもんですから、どんな状況になってるのかわからないんですけど、なんかこう水害とかね、そういうのがあんまり被害がなければいいなって思ってるんですけど、ちょっとニュースあんまり見てないもんですから、どんな状況なのか、そんなにね、被害がないといいですね。あ、カラスが。ねえ、もうなんかいろんな鳥がやってきてますね。おおおおお。すごいすごいすごい。ねえ。なんか餌が、あれですかね、いろいろこう、餌が豊富に出てくるんですかね、こう雨が、大雨降ったりすると。ちょっとなんかよくわかんないですけど、なんかね、いろいろ流木が流れてます。今日はですね、なんかどんな話かなっていう、言うと、と思ってね、思ったんですけど、人のこう、なんていうんですかね、見方っていうか、人が多く集まってこう関わっていく中で、この大人になっていくと、こうわがままでなんかしてると、こうちょっとこう非難を浴びたりなんかして、そんなダメだよ、こう主観的というか、身勝手なことでは通用しないよ、なんてことをね、言われたりなんかして、こう客観的にものを見られるようにしなさいみたいな、お互いのことを、相手のことも思いやってですね、客観的にものを見られるようになんてことを言ったりしますね。で、もっといくと、この俯瞰してものを見られるように、でさらにはこの、今鳥がいましたけども、鳥観的に、鳥がこう高いところから見るように、こうね、全体像を見られるようになったことを言うんですけどね、今朝はね、なんかそれが果たしてどうなのかななんてことをちょっと思いましてね。というのはどういうことかっていうとですね、その自分がこう客観的にものを見られてるとか、鳥観的にちゃんとこう全体像を見てるんだなんていう認識があるとですね、それが逆にこの正義みたいな、自分が言ってることが正義みたいな感覚になってしまってですね、むしろそれが喧嘩になったりとかですね、おい、じゃあ自分勝手な、自分のことばっかり考えてないよ、全体のこと考えてんだよ、その上で言ってんだよみたいなことになると、喧嘩になったり、しまいには戦争になったり、要はその正義と正義のぶつかり合いですからね。そう思うとね、私ひょっとしたら、そのこう絶対なる正義とかですね、絶対なる正しい見方とかですね、ひょっとしたらね、ないんじゃないかなっていう、なんかどういうことかっていうとですね、よく富士山なんてね、静岡県と山梨県の間にありますけれども、これなんかは富士山一つしかないわけですけど、いろんな画家とかですね、絵描きが
さんが絵を描いてまあいるわけですけどね、あれなんかはその何ですかね、例えば赤富士だとか、赤富士なんていうのはその富士山が真っ赤にこう染まった富士山ですとかね、あとまあ富士五湖とか湖に水面に映る逆さ富士ですとかですね、いろんなこう富士山があって、それはもう時間帯とか撮る方向場所とかによってまあいろんな姿を見せるわけですよね。それでも富士山は一つなわけなんですよね。別に姿いろんな富士山があるわけじゃなくて、富士山は一つを多くのそのまあ画家たちや写真家がそういう瞬間というか姿を撮る、どれも本物の富士山なんですよね。ですから人間でもね、やっぱりある人にとってはこういう存在であったり、ある人にとってはこういう存在であったりってことがねあると思うんですよね。ですからそのなんて言うんでしょうかね、あの光がですね、粒粒子なのか波なのかっていう、これさえもやっぱ科学者がいろいろ研究していくんですけども、この両方の性質があるそうですね。例えば光をですね、その実験装置でこう穴をいくつか開けた穴のところに照らすと、その波の特徴であるその干渉をし合うんだそうですよ。まあ、波は干渉しますからね、お互いにその影響し合ってこの干渉で、それを見るとまあ完全波なんですけど、ただですね、そのだんだんその明かりをこう消していく、暗くしていくとですね、もちろんそのものすごく高感度なカメラで撮るわけですけど、やるとだんだん粒の数が減っていくって形で、まあ粒の特徴があると。要は光は波であるけど粒である。なんか見てると粒になって、見てないと波だとか、まあ、いろんなことを言いますよね。なので、まあ、絶対的なそのなんかっていうのはやっぱりその見てる観測者によって変わっちゃうっていうようなねことがあるみたいで、ですからその私らがいろいろ苦しんだりとか揉めたりとかいうのは何ですかね、絶対的じゃない、もうじゃないものをですね、絶対的だと思ってしまって、まあ、正義だとかなんか正しいとか、正しいっていうのも怪しいもんですよね。正しいってまあどっかに正しいっていうのがあると思いたいんですけどね、実は正しさっていうのさえもあんまり実はないのかもしれないですよね。で話は戻りますけど、そのために人はね、多くの人が多くの目を持って、多くの方向から多くの時間にいろんなことを観察してるんじゃないかと。だから富士山も実際は一つと思い込んでるんですけど、多くの人がいろんなその感覚でもってその富士山を眺めていると、そこに多くのこう真実があるっていうんでしょうかね。まあそういう捉え方を今日はね、なんかこう感じたんですよね。ですので、なんて言うんでしょうかね、多くの人が多くの感覚でもって捉えることでね、よりこう、なんて言うんでしょうかね、立体的なっていうんでしょうかね、平面的なもののこう捉え方でなくて、観察でなくて、よりこう真実に近いというのがね、いろんな方向からいろんな人がこのいろんな考え方で見ることによって、見えてくるものがあると、そういうふうに思ったんですよね。じゃなかったらこんなに多くの人がですね、多くの感覚を持ってこの、何かを世界を見たりとかですね、ものを見たりする必要ないですもんね。ですからそこにこそ意味があるような、そんな気持ちがするんですよ。今日はまた特にね、ちょっとわけのわからない話をしてしまいました。ちょっとここのとこわけのわからない話が多いですけどね、自分でも言っててわけがわからないので、まあそれもね面白いかと思いますよね。今日はこんな霧のね雨上がりの中で、気持ちのいい朝です。
ね、鳥さんもなんか元気で、あっちもね、飛んでいきますね。映るかな、映るかな、飛んでいきますね。カメラがちょっとね、ちょっと望遠が効くようになったので。映りますね。行きますね。出勤、土曜日でも出勤ですね。まあ、そんなようなわけで。はい。じゃあ今日も皆さんね、元気に、お過ごしください。足元ね、気をつけて、まだ下ね、濡れてますのでね、お気をつけて過ごしください。では、失礼します。水鳥さんがね、なんかお魚を探してますよ。ああ向こうにもね、朝食を探してるんですかね。ねえ、いいですね。ちょっとこれこうやってると酔いそうですね。では。